シャックです。マッツンです。今日のテーマは今後移籍しそうなロールプレイヤー選手まとめ。きたー、地味だけど大切。今日はね、ちょっと開幕前までにトレードあるいはバイアウトなんかね、されそうなロールプレイヤー選手について語っていきます。以前ね、このオールスター選手だけのまとめお届けしていったんですけれども、いいね、400以上いただいたんで、ちょっとね、遅れてしまったんですけれども、今日ロールプレイ編をやっていこうと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてね、今噂されてる選手中心にお届けしていきながらも、チームの現状を考えて移籍あるいはトレードありそうな選手もね、ちょっと僕の考説も今日入れていこうかなと思うんで、ぜひ最後までご覧いただいて、高評価ボタン、ポチッと押していただいて、まだの方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは、行きましょう。まず、ディロン・ブルックスとカイル・アンダーソンのトレードの噂が入ってきました。マジか、ブルックスが出てしまうの？そう。グリズリーズがこの二人のトレードに今オープンみたいね。グリズリーズといえば、前回の来季心配の回でも語ったけれども、育成期間に当てるのか、それとも本当にウィンナウで勝ちに行くのかっていうところが、ちょっと不透明なところやったけれども、おそらくこの二人をトレードするんだったら、誰か大物スターをゲットして勝ちに行こうとしていくのかもしれない。そうね、ブルックスを出すんやからな、言うて。そう。まさにそんなブルックスは、ここ直近2シーズン連続で平均20ポイント以上上げてたりとか、今回のプレイオフでも1試合平均 25.8 ポイント、3ポイント 40% と大暴れしてる選手。素晴らしいよ。そしてカイル・アンダーソンも、フォワードながらハンドラーも務めるような万能型の選手で、今シーズンも初めて平均得点を2桁超えてきたりとか、グリズリーにとって2人はすごい貴重な選手。この2人をトレードに出して、もしかしたらこのオフ、ビッグトレードで、誰かグリズリーズにスターが入ってくるかもしれへん。ジョン・ウォールや。ちょっとそれは、堪忍してください。違うか。モラントと被ってしまうからね、ウォールとしても。そうやな。個人的にはね、ボストン・セルティクスのね、ジェイレン・ブラウンなんか入ってきたらめちゃくちゃ面白そうやねんけど。出さへんやろね。まあ、ないと思うね。ここはね、ちょっとまたそこを入ってき次第お届けしていきます。そして、ラリー・ナンス・ジュニア。実は彼のトレードも今、キャブスがね、いろいろ模索をしてるみたい。で、なぜかというと、キャブスはね、今回ドラフト2位で指名したエヴァン・モーブリー。そして、延長契約を果たしたこのジャレット・アレン。この2人にプレイタイムを与えるべく、ラリー・ナンス・ジュニアの今、トレードを考えてるみたいね。ダブルビッグマンで頑張んねんな。そう。ただ、ナンスに関しては、僕らも何回も取り上げてきた通り、運動能力だけじゃなくて、外からも打てるようなストレッチビッグで、ディフェンスが何よりもいい選手。需要高いやもな。そう。なので、めちゃくちゃ需要高いと思うし、ちょうどね、昨日挙げたゴールデンセットウォリアーズなんかね、ぜひラリー・ナンス・ジュニア狙ってみてほしいね。いかがでしょうか。あと、例えば、ユタ・ジャズとかもすごい相性良さそう。ゴベアの控えとかね。ちょっとホワイトサイドはね、しんどいような気もするんだ。素人 NBA。そして、キャム・レディッシュ。レディッシュのね、トレードに関してはオープンですよって話は、これまでも言ってきたと思うねんけれども、どうやら、なんとキャバリアーズがこのレディッシュを今狙ってるみたい。おお、マジか。そう、なので、もしかしたらこのレディッシュと、さっき話したラリー・ナンス・ジュニアのトレードがあるかもしれないって話を言われてるね。ありそうやな、ここ。ありそう。で、ホークスに関しては、僕らもね、ホークス界でも話した通り、ディアンドレ・ハンター、そしてケビン・ハーター、そしてこのキャム・レディッシュ。この3人の中で誰を残しておくのかっていうのを早めに選択しないといけないっていう話も言ってんけども、その中で、おそらく、今、レディッシュを出すんだったらもう早めに出してしまって、インサイド、ちょうどホークスも、オコングが来シーズンちょっと出遅れるっていうところもあるから、オコング・デコングになんねんな。オコング・デコングになってしまうんよ。オコング・デコングになってしまうんよ。素人 NBA。ちょっと守備型のインサイドの選手やから、オフェンスにもバリエーションを持たしてラリーナ・ジュニアを入れるっていうのは、これホークスにとっては結構いい話だ。そして、バディ・ヒールド。ヒールドは前から噂出てて、ちょうど1ヶ月前ぐらいには、当時レイカーズに行ったカイル・クズマとのトレードが噂されたけれども、それがなくなったんで一旦白紙になったような選手。ね、で、ちょうどね、その後に関しては、どこのチームが狙ってるって噂は入ってへんねんけれども、自分もね、結構キングス出てきたがってるとこあるから、10着トレードになるんちゃうかなと。出してあげたよね、出たがったら。そう。ただ彼は実は4年96ミリオンの結構デカめな契約してて。ぼちぼちもろてますね。そう。やし、しかも2024年まで契約が残ってるんで、ここをね、各チームが渋るかもしれへんなっていうのが一つネックである。そして同じキングスのマービン・バグリー3世も噂が出てる人です。3世。バグリーは明らかにね、自分がもうチーム出たいっていう発言をしてたりとか、新しいチームで、ね、スタートを切りたいっていう、ある意味ラウリー・マルカネン的なことと同じような状況。しかも怪我さえなかったら彼はチームナンバー3あるいは下手しいナンバー2オプションぐらいにはなれるようなポテンシャルがあるから、
まあ、どっか別チームでね、引き取ってもらえるんだったら、そこで、ね、改めてキャリアを作り直していくっていうことは十分ありかなと思います。そして、ジェラミー・ラム。直近入ってきたのが、このラムやねんけども、ラムといえば、少しずつ、力をつけてきたウィングやったけれども、ペイサーズに加入した2020年に、実は左膝の前十字靭帯断裂とか、あと骨折なんかも含めて大怪我をしてしまった選手。ボロボロやないか。そう。ただそんなボロボロなところから、今シーズン、途中でね、カムバックしてきたんやけれども、やっぱりレバートが入ってきたりとかっていうところで、徐々にね、プレイタイムがちょっと少なくなってしまった。あーって感じだね。しかも、今シーズンね、ルーキーでクリス・デュアルテ取ってきたとかあったりとか、より、あーやんか。そう、あともう一つ、来シーズンは TJ ウォーレも帰ってくるんで。うわーそう、なので彼のね、ちょっとポジションがなかなか厳しくなってきてるような感じ。で、ただラムに関してはいろんなチームが狙ってるって言われていて、それこそ、ロサンゼルス・レイカーズが狙ってるって話も言われてんねんけども、年間10ミリオンぐらいの選手なんで、誰出すのかっていうのは結構難しい。パンパンやん。そう。なのでね、ここがどうなってくるかっていうのは引き続き注目です。そして、マイルズ・ターナーも噂されてる人で、ね。お、ターナー。ターナーはね、ずっともうトレードデッドライン前ぐらいからずっと言われてるような選手やねんけど。ターナー、売り出し中よ。そう、やっぱサボニスとね、スペースを食い合ってしまうっていうことで、まあ、ペイサーズからはそんなに評価が高くないような気はしてんねんけれども、1試合 12.6 ポイント、6.5 リバウンド、3.4 ブロック、3ポイントは 33.5% まで決めれる優秀なビッグマン。これは狙われるやろ。めちゃくちゃ狙われる。しかも3ポイントなんか1試合だいたい彼 4.4 本ぐらい打ってるから。まあまあ助かるね。しかも年齢まだ25歳。もらおうみんな。もう超有料物件ですよ。いろんなチームがね、今、獲得に動いてるって話あんねんけれども、まあ一説ではね、ニューヨークニックスが動くんちゃうかって話は言われてる。ニックスはでももうええんじゃん。いやただねちょっとインサイドがミッチェル、ノエル、そしてルーキーのシムズ、この3人いるけども、ミッチェル・ロビンソンがねちょっとどうなってくるかっていうのが怪しい。あなるほどね、怪我が。そう、まさに怪我の状況とかもそうだし、ディフェンスに関してはやっぱ素晴らしいけど、オフェンスに関してはバリエーションが結構なさすぎるっていうのがちょっとロビンソンの痛手なところ。ゴベアみたいなもんですよ。そう、ただ多分オフェンス能力に関してはすでにねルーキーのシムズの方が上やと思う。なんか悲しいわ。ミッチェルのねその延長契約もどうなるかってのもあるし、もしかしたらここがワンチャンあるかもしれへん。なるほどね。なのでここはまあ引き継ぎ注目。そしてここから個人的にトレードありそうな選手だったりとか注目選手について紹介していきます。いきましょう。まず一人目がゴラン・ドラギッチ。おー、ドラギッチ。今回さ、ラプターズに移籍したことを受けて、まあ、本人はね、スロベニアのメディアでもうプレーしたくないっていうことを結構公にしてるんけど。母国の方で。そう、母国の方で。言いやすいんかな。バレへんな思ったらバレてしまいました。バレるわ。本人もそこに関してはね、謝罪しててんけれども、ただ、これから再建に入る、再建っていうか若手中心なメンバーに入っていくラプターズに、来年35歳になるドラギッチが必要かっていうのは結構疑問。しかも来シーズン終わった後に契約が切れるから、ただで出てかれるんやったら、このタイミングで出したいっていう意向あると思う。こちらが儲けもんやからな。チームもね、当然フレッド・バンブリーとはもちろん、マラカイ・フリンとかももっと使っていきたいはずやし、なのでここがどうなってくるかっていうのはすごい注目。で噂によるとどうやらダラス・マーベリックスとのトレードをラプターズがオファーしてるらしいねんけれども、それがねマブスから NG 食らって、マブスに関してはないみたいね。ドラギッチに関してはバイアウトみたいな話もあると思うから、ここはどうなってくるかはすごい引き続き楽しみね。出た、禁じてバイアウトですよ。また出ますよ来シーズン。あかんであれ。バイアウトルールは変えた方がいいね。変えた方がいいね。そしてデリック・フェイバーズ、オフにねユタジャズから OKC にトレードされてんけれども、これも同じく OKC にそのベテランのフェイバーズが必要かっていうのは結構疑問。まあ OKC 若いからな。しかももともとジャズもマイク・コンリーとの再契約をするためにサラリーを下げるためにデリック・フェイバーズをシャーなし出したみたいなところがあるから、逆輸入やじゃん。なのでここはもう一回トレード、あるいは彼のバイアウトとかなる可能性があるし、もう一回ねまたユタジャズにただいまー言うて戻ってきてくれたらすごい嬉しい。本人も複雑や。そしてテレンス・ロス。ロスもいよいよ動いてくるかなと思うような一人で、ついにな、まあ、今シーズンロスがロスされるぞ。ただ1試合ね 15.6 ポイント以上記録しててベンチから流れを変えるスコアラーやねんけども、マジックはねもうガードの層が厚すぎるんよ。めちゃめちゃいるよ。ルーキーにはねジェイレン・サックス当然いたりとか、コール・アンソニー、そしてマーケル・フルーツ、そして来シーズンジョナサン・アイザックも帰ってくる。
もう盛りだくさん。あとゲイリー・ハリスとかなんかもいるから、もうガード盛りだくさん溢れ出す。なのでロスの出番がなくなりそうな気はしてるし、そろそろねロスに関しては今30歳で優勝を目指せるチームに行ってほしいし、優勝を目指せるチームだったら多分どこでもね需要があるはずなんで、ここは結構あるかなと個人的には踏んでます。そしてエリック・ゴードン。ゴードン、そりゃまだ違反で。ゴードンもありそうな気がするね。サマーリーグ来てくれてたよ、顔出しに。そう、来てくれてた。まあそういうちょっといいところもあんねんけれども。キャラ的にはね、ほんと彼素晴らしいねんけど。そうね。今のロケッツにね、ちょっとベテランの域に入りかかってるエリック・ゴードンが必要かって言われると、ちょっと微妙なところがある。そうね、優勝を狙うにはまだ全然早いからな。そう、なのでゴードンといえばやっぱ優勝を目指せるチームのラストワンピースになれるような存在であるべきよね。サッカー的なね。そう、結構ややこしいのがエリック・ゴードンも実は2024年まで契約が残ってて、だいたい年間18ミリオンぐらい。ぼちぼちかかってんね。ぼちぼちかかってるっていうことがちょっと本当にまとまるかどうかっていうのはこれからね注目していきたいポイントです。そして最後レイジョン・ロンド。今回ねグリズリーズにトレードされたけれども、グリズリーズにいてもいいと思うねんけれども、ただね彼に関してはバイアウトなのかトレードなのかみたいな今いろいろ噂が立ってるよね。なので、まあ、個人的にはちょうどね僕ら昨日ウォリアーズ会出したけれども、ウォリアーズに行くっていうのは結構面白いかもしれないね。めちゃめちゃ強なるんちゃう。そう、ドレイモンド・グリーン、レイジョン・ロンド、豪華ラインナップポイントガードよ。なのでね、コート上ではこの2人をリーダーとしながらもめちゃくちゃいいラインナップ揃いそう。2人が仲悪なったら終わりやな。そうやな、ちょっとそこが懸念やね。そこわからへんな。ロンドに関してはおそらくグリズリーズでプレーすることはないんちゃうかなと思うんで、ここがねトレードなるかバイアウトなのか、どう話がまとまっていくのか注目です。以上、ここまでオフにトレードあるいは移籍がありそうなロールプレイヤー選手についてお届けしてきました。皆さんはどの選手が特に動きそうですか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ゴードーン、どこ行く。